相本市では海辺で映画を鑑賞するイベントが今日から始まり、上映前に参加者による砂浜の清掃活動が行われました。相本市の大浜海水浴場では、夜の海にスクリーンを吊るし映画を上映する恒例の海空映画祭が始まりました。これに合わせて会場では、 日本財団が取り組む海の環境保全活動、海と日本プロジェクトの一環として、会場となる砂浜の清掃活動が行われました参加者たちは、海岸に落ちたタバコの吸い殻や、ペットボトルのキャップなどを拾い集めていきました。 海空映画祭はあさってまで続きアニメ映画を中心に5つの作品が上映されます。